Welcome to my channel.Like's m i x e Vlogs. 楽天とカープなんだよね。でもな、一番合って言われるのがね、ワインレッド。ワインレッド。SAKY さん、フォローありがとう。ナっチ出店は好き。屋台屋台好き。屋台好き。昨日さ、 上野でね、ライブだったんだけど、行きにメンバーと一緒に待ち合わせして、そのライブ会場まで行ったんだけど、その途中に屋台を見つけたんですよ。で、ワンチャン帰りやってたら、あの、屋台寄って帰りたいねって言って、終わった後着替えて急いで出たんだけど、もう終わってた。そう。かき氷っていうのが見えて、そう、かき氷食べたかったんだけど、もう終わってました。 やんだ。やんだ。ショックって言ってた <laughs>。そう、あったんだよ。あのなんかさ、かあの、池添いあったじゃん。池をなんか、沿って、池に沿って歩いてったら、なんか、お寺か神社かなんかがあって、そこの前の道で、屋台があったよ。そう。うん。そう、行きではね、食べられなかった。しかも迷子になって、あの、集合時間ギリギリだったから。夜時間なかったんよ。 夜光ってたとこ。あ、そう、夜光ってた。夜光ってた。だから、ワンチャン遠くから見たら、あ、やってるかもしれないねって言ってたんだけど、違った。ちょうちんの、あの、光だった。ぴゃーん。ぴゃん、ぴゃーん。屋台行きたかったなうん。え、ギリギリ今日誕生日なんですかおめでとう <laughs> マジギリギリじゃん。2分前。 さえちゃん、さえちゃん。すぐなっち左目直った。あ,あ、左目ね、たぶ直った。もうぼやぼやしないよ。あ、ぎにょ、パんパカパン、ぎにょ、誕生日クランカーをありがとうございます。さえちゃん、おめでとうです。エモジェットさん、パんパカパン、エモジェットさん、お誕生日クランカー、ナイス、ありがとう。マーノさん、ほら、ありがとう。 よく松江の屋台は浅草と川崎大使に出てる。あ、浅草ね。浅草の屋台はね、前浅草で、なんだっけ、あの、撮影会みたいなのやった時に、あの、メンバーと行った。うん。寄りました。そうたさんありがとう。えー、南なさん、あと2分で誕生日。えー、あと2分で誕生日なの南月さん。 なっはカツカレーかシーフードカレーだったらどっちが好きえー、シーフードカレーって何どういうやつえ、何もない無のカレーってこと <coughs> あ、サエさんフォローありがとう。ウィウィアンさんフォローありがとう。うーん、同じ誕生日。あ、エビとかえー、食べたことない。エビとカレーって合うのエビフライじゃなくて ええー、食べたことなーい。海なんとかカレー。なんて読むんだろう。エビフライカレーがいいかな。だったら。<laughs> 海鮮えエビとか貝とかえー、食べたことない。あ、海なんちゃら海鮮って読むってことね <laughs> <laughs> そういうことか。あ、海鮮がシーフードっていうの、えー、知らなかった。あ、のりちゃん、のりちゃんパッパカパン、ぎにょンパッパカパン。ということで、みなみずきさんと、もう一人お誕生日の方いたかなお誕生日、おめでとうございまーす。素敵な一年にしてください。パッパカパン、クラッカー、ありがとう。クラッカーをありがとうございます。あ、みなみずきさん、おめでとうって。 おめでとう松さん、松さんと南月さん、おめでとうございます。南月さん、また会いに来てね。<laughs> 待ってるよだいぶ待ってるよふ <laughs> ん,んうん、うん、うん。つわあ、おめでとうってみんなが、みんながおめでとうって言ってくれてる。うん。 ご生誕おめでとうございます。<laughs> めちゃめちゃ丁寧や。ご生誕みんな優しい。みんな優しいな。みんな優しいですな。ちょっと0時15分に終わりにするね。0時15分に終わりにして、したいと思います。うんうん、次のナッチのライブ予定、TikTok ライブ明日かな 明日かな明日かなわからん。ちょっと、10月前半まではわからないですね。あんまり。うムックちゃん、こんばんは。明日はゆっくり寝てられるの、うん、うん、明日朝からレッスンだよー。え <laughs> 再来月月リズニーかえ再来月って来月の来月 ?10 月、11月ってこと ?11 月リズニーですかあ、おかちゃん頑張ってくださいって。ありがとう。頑張ります。頑張ります。でもさ、昨日、一昨日のさ、ライブでなんかね、めっちゃね、筋肉痛なのな。あのさ、一昨日のライブの時の衣装が、あの、 浴衣だったんですけど、浴衣だと、ポイとかに引っかかっちゃうから、踊れないからっていうので、タスキをやったのね。で、スタッフさんにタスキを注文してもらったんだけど、思ったよりもタスキがめっちゃ短くって、本当はバッテンにしたかったんだけど、バッテンにね、できないぐらいに短くって、こっからこうやってやって、結構きつい状態で紐を結んだんよ。だからずっとね、あの、 あの、タスキがきつい状態で、こうやってなってたのね。だから、それでね、あの、めっちゃ筋肉痛になって、こことか、ここら辺が。そう。筋肉痛になって、まだその、タスキの筋肉痛が取れないんですよ。そう。そ体ガッチガチになった。<laughs> ライブじゃなくて多分タスキやタスキ。<laughs> あ、ひまわりさん、こんばんは。そう、タスキでね、筋肉痛なんですよ、絶賛。 語らへんが <laughs>。でも、あの服可愛いよね。浴衣っぽくは、ね。